すぐり、または、勝ちは、大和政権のもとで行われた性の一つ。主村とも記す。俗長を意味する古代朝鮮語に由来し、村落団体の主張が任命されたの、地方官職名か、あるいは、朝鮮系漢人集団の統率者の継承だと、言われている。藩、肝からの帰化人形中小豪族に与えられ、5から6世紀に形成された技術を用いる。 漢人集団の統率者の継承が、7世紀後半以降に、生へと転換していったもののようである。すぐり生死族のすべてが、貴家人の光栄であり、漢死系が最も多い。坂上系図に引用されている、新鮮生死録第23巻の一文には、高婿のすぐり、桑原すぐりなど、王神天皇の時代に、 町を見と共に捕来したとされる三十のすぐり士族が乗せられている。すぐりが大和の彩し系列の士族のせいであるのに対して、価値は、秦氏の支配下にあった主張に与えられたものであり、日本書紀には、有略天皇十五年に、秦氏の民が、真、蓮に、恣意的に刺役されていることを、新主皇が嘆いたため、天皇が、真の民を解放して酒公に下げ渡し、 そのお礼にと酒公は、百八十首相を立てつって、朝廷に積み上げた、という伝承が掲載されている。天武天皇十三年十月に発色の姓が、制定され、制度としての、すぐり性は消滅した。ありがとうございます。